おやすこんにちは、アムリです。この時間眠いっすね。もう深夜ですけど、いやー、規則正しい生活してるせいでこの時間眠いわ。はい、ということで今回アイリさん編成協力のもと、オメガモンの編成を使っていこうっていうことですね。はい、あとなんか言おうとしたな。MacBook Pro の USB ポート少ない問題だけど、まあどうでもいいや。で、編成内容が、オメガモン、まずリーダー側スキュープラス聴覚で、消せない潜在遅延2個上マグニートです。で、ハロウィン距離使います。LG 持ってアシスト無効潜在遅延2個で上パイモン。すごい、ハロウィンの2強が揃ってます。で、ゼルクレアです。ゼンパラです。回復3個です。遅延2個です。上は鏡ネリンの武器がついております。で、ラフィネキティですね。シンクロで10強つきまして、光ダメージ軽減2個ですね。遅延4つ。上は10721武器ですね。まあ、これつまり同じ。はい、続きまして、オメガモン報酬で OK です。スキブプラスです。光ダメージ軽減1個プラスで振ってます。遅延4つで。上はウルトラ D フラッシャーで HP と暗闇耐性。で、フレンドワーク。オメガモン2A プラス。光ダメージ軽減2個。遅延4つ。上は黒飛び。バッチは HP プラス。やっていきましょう。はい、ということでやっていきます。さてさてさて、オメガモンの強さはいかにと。まあ明らかにこいつはおかしいからな、やってることが。五条より強いですよ。はい、まずは距離ですね。距離打って、ラフィネキティね、なるべく早く変身したいんで、ちょっと最初は下ります。最初ちょっと耐久しつつ、ラフィネキティが変身するまでは待っていきましょう。ちょこちょこグダるんで、グダるつが耐久みたいになるんで、そこだけ早送りにします。で、ラフィニキティに変身できたら、あとは突破するだけなんで一旦そこまで待ち。ゼルクレアが裏が溜まったら裏打ってヘイストかけて、で、オメガモンの裏とかも打ってヘイストバコバコ打って、はい、これでね、ラフィニキティ溜まりますから。はい、ってことで、これで突破しちゃいます。今日月曜か。またジャンプだ。またジャンプな。最近ダメなんだ、もうジャンプへの意欲が。はい、まあ通パンですけどね、右が生き残ってますが、オイラたちの呪術回戦がなくなっちゃったから、ダメだ。ワンピース読むぐらいしか気力がない。あとはちょっと青の箱見るか。ハンターハンターは小説だし、文字読むの疲れる。はい、ということで2回ソファガンです。はい、まずはオメガモン2段階目でジン打ちます。で、距離も軽減軽減で打ってもらって、まずは半分まで削っていきましょう。半分いったら覚醒無効なので、ゼルクリアで対応していきます。はい、まずは半分。でも火力がおかしいんだよな、こいつらは。で、盤面縮小来まして、で、盤面縮小はね、めんどくさいんで、まあ治ってから突破になるかな。まあ治らず突破もできるっちゃできると思いますが、はい、ラフィニキティ使用して、はい、ここはね、ちょっと一旦待ってたと。はい、まあ5-4でも言うて火力出るんで、ちゃんと 2A 全部組んであげたら、まあ突破自体はできるのかなって感じですね。まあ次のターン属性吸収あるので、距離が打てた方がいいと。まあそんなところです。で、マイクロムーブですね。はい、光闇吸収の方、まあワンチャンどうかな、これ副属性のみでいけるんじゃねみたいな感じはなきにしもあらずですけどね。はい、またここもちょっと待ちまーす。で、距離が溜まったら距離打って属性吸収発動しつつ、で、2段階目のオメガモンで突破していきます。はい、これで400億、やばすぎ。青天井だから全然まだ伸びしろあるからな。さあ4階層ですね。4階層はダメ級ですね。これはオメガモンが頑張ってくれますから。はい、ラフィネキティで操作時間は開始つつ、オメガモンの1段階目でダメ級ですね。
暑いな。エアコンだけつけていいですか。はい、ということで突破ですね。エアコンをつけてまいりました。さあ盤面が縮小されますが、54でも火力出せるんでこのままいっちゃいます。消せない状態は潜在でまあなんとかなる。2色なんで1色は絶対残るんでね。しかも一旦だし。はい、ってことで水の 2way で、あと落ち込んとかはないのでそのまま突破です。やばすぎる。54でも全然強い。さあ6階層ですね。6階層ノアですね。ちょっと下ります。はい、まあここはねラフィーネキティ残り1にするよーって感じの調整をしてるだけなんで、まあちょっとだけじゃれつきます。はい、で突破できるようになったらね、もうそのまま思いっきり 2way 組んであげれば突破できるので、HP 変動とかに関してはゼルクレアがどうにかしてくれますが。はい、これ突破ですね。でここでラフィーネキティを貯めた状態で入り込みますと。で7階層ですね。アシスト向こうからの攻撃力アップで操作時間短くされるんで、ラフィーネキティで返してもらって、でオメガも1段階目打ちつつ、でここは L 字でアシスト向こうも解除して、まずは耐久しながらね削れるタイミングを見計らっていきましょう。で 2way 組んでもらって、どうやったかな、ここワンパンしたっけか。ワンパンだね。闇属性ないの強いな。これ5条で行った時のドラゴン将軍めっちゃ硬いのにさ、これワンパンは強いね。さすがって感じ。で、牛魔王は、覚醒無効、ゼロクレア対応で、ダメ級は、オメガモンが頑張ってくれる、想定だけど、って感じですね。1段階目がでも、うまいことなんか変に溜まってなかったら、ダメなんだけど。1段階目溜まってたら、オメガモンの1段階目でダメ級は対策可能ですと。でもワンパンです。強すぎ。属性吸収ハマるんでね、もし待っちゃうと。火水気吸収とかなっちゃったりするからね。そしたらまあ距離打ってばいいんですけど。で、チビたち4体。はい、9階層ですかね。とか、でもここにも属性吸収が結局いるから、まあ距離はここで打ちたい感はあるか。まあさっきの階層で打って突破してもって感じか。ワンパンで絶対ここ火水木のやつの方は絶対突破しとかないといけないもんね。光闇の方はまあ服属でなんとかなるでしょうっていうね。はい、まあワンパンなんですけど。さあ続きまして10階層です。さあゼローグ、まああっという間のゼローグ。これね実際5条でやってたらね、毎回12秒待ってるからね、まあ時間はかかるんだよね。まあオメガも早いっすね。さあ無効貫通ですが、オメガモンが対応してくれるので、まああとはひたすら削るだけと。さあ 2way を5セットですかね。さあこれで一気に根性まで持っていって、パズル教室して終わりと。マジで火力高い、やばすぎる。一回殴っただけでこんだけ削るのやばいっすね。はい、でゼロコンボするよと。はい、まあ簡単ですね。これで終わりと。で、まあちょっと苦手な方も多いんじゃないかなっていうこの盤面ですが、まあ3色だったらまだね、こう苦手な方は詩人の陣で練習するといいと思います。レイランとかね、ハクとかカリンとかあの辺ですね。メイメイでもいいか。まあ、サクヤ以外ですね。サクヤ以外の詩人で陣打ってね、3色をゼロコンボでするよっていう練習をすると意外とやりやすいかなと思います。はい、でボスラッシュが始まりますよと。まあ基本的に殴るだけって感じなので、まあそこまであれはないですけど、まあ、最初下ってますがね。
はい、ここで削りに行きますよ。無効貫通はスキルで発動してもらって、で 2way4 セットですね。 2way4 セット、はい、一発半分で距離の軽減込みで受け切っていきます。まあでも距離なくても受けれるな、この HP 量なら。うん、全然距離打ってなくても受け切れる量でしたね。はい、っていうことでダメージ無効貫通を発動させたまま、はい、このまま突破です。さあ次、戦況ゾーンですね。戦況ゾーンは、はい、うん、まあドロップジャッカーが気持ちめんどくさいかなぐらいですかね。あとはコンボ現象とかがあったかな。はい、ドロップジャッカーがちょっとね、全職分いっぱいあるわ、まあいっぱいもあるんだけど、全職分の数がいっぱい、まあプラスで2個分ぐらいは用意できていないので、なかなかマグニート分の火光は全然いいんですけどね。はい、これでね、もう突破目指して、はい、ということでこれでもう一発か、もう一発ね。はい、次でとどめですね。やばい、もう眠くなってきたこの時間やばいやばい、咳も出だした。本当にちょっと咳しますよ、マイクから離れます。昨日もね、五条の動画出した後、動画っつうか配信か、五条の配信した後に、本当は昨日のうちに五条の動画出したかったんですよ。でも、この時間になってて終わったら、もう、わけわからんぐらい眠かったっすね。もう、やばいんすよね。もう、ほんと眠い。ダメだな。はい。で、空番戦ゾーンになりました。まあ、ここも特にないですけど、まあ、とにかく削ろうねと。距離打っときゃカッチカチなんでね、こっちも。はい、で無効貫通は無視で 2way でコンボ加算を稼いで、コンボ現象も超えてもらって、はい、一発やばすぎで、強い攻撃飛んできますけど、また遅延が来るのか。はい、まあ、攻撃は余裕ですね。やったらルーレットからね、ちょっと色をね、取り出しながら遅延分耐久していきます。これで削れたんだったかな、ちょっと残るんだったかな。あ、全然残りますね。はい、もう一発殴れば終わりですね。はい、ラフィーネ来ていって、はい、2で組んでもらって、これで突破ですね。さあ14階層はアシスト無効なので、アシスト無効を解除しながら削っていきます。はい、ゼルクレア打って HP 増やしつつで、オミガモンでアシストも5解除しながら、ちょっと耐久、ちょっと待ちですね。ちょっと数ターンほど待っております。で、削れるぞってなったら削っていきましょう。はい、まあちょっと硬いんでね、ここね、全長画が、まあまあでもアグリゲートが一番硬いか。なんかね、全長画めっちゃ硬い気がする。実際の HP 量知りませんけど。防御が硬いかもしれないし。
はい、でようやく半分行きまして、はい、向こう貼られますが、まあ、向こう貫通は効かないんでね、向こう貫通効かない、ダメ向こうは効かないんで、ゼロクレアも使用しながら、はい、こう全力で殴っていきます。はい、この倍率はえぐいっすね。これでぶっ飛ばせない敵はいないだろうと。ここで前兆側、ぶっ飛ばせない敵はいたわ。前兆が飛んでねえわ。何言うてんだ。はい、これで突破ですね。OK。で、ボス回想です。ボスはシールド削るの、まあ楽だね。さすがオメガモンって感じ。全部自力で削る必要ないしね。毎ターンだってシールド1枚削れるもんね。シールド1枚削って、本体でももう1枚削ってみたいな。はい、もうひたすらシールド削っていきます。オメガモンのスキルでシールドも削るし、自力で殴ってシールドも削ると。ここ攻撃力デバフも受けてますからね。ちなみに。はい、ここはちょっと削りきれてないですが、うん、さあシールドスキルで削って、残り1枚自力で削って、でダメ向こう貼られますよ。なんかトゲ気持ち悪い作り方しますよと。はい、で陣打って、まあ多少はトゲ動かしても大丈夫なので、まあ盤面重視で。はい、まあこんだけ削ったら結構上等な気がする。攻撃ダウンした状態でこの削りは相当すごい。さあこれでさらにガッと削って、で、まあ、まだね、まだっすね。で半分はね、かなり強い攻撃が飛んでくるんでね。はい、これで全力ツーウェイパンチで、はい、カンストもして、まあ、半分までいきますと。で、ゼルクレアを使用しているので、はい、まあ、受け切れます。ゼルクレアいなかったら受け切れていないですね。ちょっとだけ足りないね、HP がね。で、消せない状態も解除してもらって、はい、もう、なんかワンパン圏内だね。あとは200じゃねえわ。400億になるの待ってあげればいいかなぐらいですね。ちょっと待って。うん。で、オメガモン2段階目を使用して、全力で殴っていきます。これで終わりですね。はい。ということで、まあ、オメガモン使っとけば、もう2000分の1だろうが、カンストいけるレベルの倍率出ますから。はい。ということでね。11月の魔法石とかも、もしね、あれだったらデジモンコラボに使うとか、まあ、オメガモンがどうしても欲しいんだったら、弾確保のためにデジモンコラボ引くのはありかもしれないですね。はい、ということで今回はオメガモンを使った編成で10億チャレンジやってみました。少しも参考になったら面白かったよって方はね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。